こんにちは、書道家の大江聖峰です。今回は新企画です。じゃん、はい、見るだけで上達一文字添削のコーナーです。はい、この動画は毎回1文字お題を決めて添削をしていこうという企画になります。普段子どもたちに教えていても感じるんですけれども、誰かが添削されているのを見るというのはそれだけでも新しい発見や学びが結構あるんですよね。なのでぜひ皆さんにも隙間時間や何か作業しながらでも大丈夫ですので、この動画を見ていただいて、上達のヒントに役立てていただければと思っております。はい、では早速添削に参りましょう。はい、記念すべき1回目はこちらの緊急の緊という字です。最近本当に毎日見ますよね。で、書いてもらったものがありますのでこちらを添削していきます。はい、でまずこちらの良いところは縦線がすごくまっすぐ書かれていますので体幹がしっかりしています。方眼紙に書いているからかもしれないんですけど、軸が通っていることで安定感がとてもありますよね。で、あと金という字は3つのパーツに分かれています。で、このパーツがぶつかり合わずに整頓されて書かれているというところも良いポイントだと思います。で、とにかく安定感が素晴らしいんですけれども、フォルム、形がゴシック体とか活字のように正方形なのが惜しいところです。はい、では、こちらを早速添削していきたいと思います。この字は複雑なので一つずつのパーツに分けて解説してから後で合わせて合体させていきます。はい、ではまず右上の陣からいきますが、この字大切なのは一画目です。で、まず書き順これ間違いやすいので気をつけてほしいんですけど、一画目この縦線からいきます。はい、では縦線書いていくときにまっすぐ人差し指使ってまっすぐ書いていってあげてください。はい、斜めに書いていきましょう。はい、二画の横線で少し右上がりですね。ちょっと長いのでカットしていきます。はい、で、あとはここはちょっとつなげて書いていきますが、ここまでで長さ揃えていきます。はい、で最後の横線少し伸ばしてあげましょう。全部揃えるとメリハリのない字になってしまうので1ポイントだけ伸ばしてあげる。そして最大のポイントはさっき伸ばした縦線です。ここを開けてあげるとかなりメリハリがつきますので、この間をしっかり上げてあげます。次、2つ目またという字ですが、払いが2つ同じ長さになってます。これを差をつけてあげます。どっちを伸ばしますかね。はい、で大体右払いを伸ばしていきますので、これをキュッとまとめてちょっとちっちゃめに、はい、右払い少し下げてあげます。はい、でこれもこっちを開けて右払い伸ばす。払いは筆で書いてるのとイメージ同じで一回止めてから横に引っ張ってあげましょう。はい、で最後の糸なんですが、結構これ苦手な人多いですよね。はい、でまずこの字はこの横幅同じぐらいになっちゃってます。でかなり2画目ここ広いのでここをね締めてあげたいですね。はい、じゃあ糸書いていきます。1本目に対して2本目だいたい平行です。少し2本目幅広くしてあげます。あのソフトクリームみたいな感じですけど、ここで三角形をイメージして書いてあげてください。はい、で縦線これの真ん中に書いてあげます。ここは跳ねても跳ねなくても結構です。はい、最後ハの字で払ってこっち止める。大事なのはここ開けてあげることですね。であと45度ぐらいに書いてあげるとまた安定感が出てきます。はい、じゃあ今のこの3つのパーツを合わせて書いていくとどうなるか。はい、じゃあこの下に書いていきま
ますね。はい、じゃあこちらの赤い線が中心線です。はい、じゃあこの下に書きます。1画目縦線です。1画目縦線です。はい、右上がりに横線、少し短めに、はい、で上の幅に合わせてこの四角書いていく。ここを開けましょう。はい、中心に揃えるようにして、このまた、はい、中心から出ないようにこっち伸ばします。そうするとここがさっき空いてたので、こういうラインができるんですね。はい、ですのでこの屋根の中に糸をかき始めてあげる。1平行2締めて、縦線真ん中に書いて、ハの字引っ張ります。はい、こんな感じになりました。一つずつ引き締めることを意識してあげると字全体も引き締まって見えますので、メリハリを意識して書いてみてください。はい、いかがだったでしょうか。少しでも参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。